どうも、ソルロンタンです。皆さん温まってますか？だいぶ飲んでますか？ちょっと久しぶりのステージで緊張しますけど、楽しく演奏したいと思います。もういきなり今日僕も緊張しちゃって、電車乗るときにちょっとみんなから預かったお金とか持ってきてたんですけど、いつも慣れたリュックで忘れないようにこう手持ってて、ファーッと思って青ざめた瞬間があって、やばいギター忘れたと思ったらちゃんと背負ってたっていう、それぐらい本当なんか緊張しちゃってて、多分皆さんも仕事で図面忘れたみたいなことが多分あるのかもしれないですけど、そんな感じの朝でした。ということでいいですか、ロードムービー。多分みんな誰も初めて聞いたって曲だと思うんですけど、ロードムービーっていう、東郷清丸っていうね、夏美ちゃんチョイスの曲でした。はい、続いて2曲目は多分皆さん知ってる曲ですね。曲です。もう聴けば一発で分かりますね。じゃあ
ます。次は、最近ちょっとグラミーがありましたけど、ちょっとグラミー賞つながりで、ブルーノマーズの、
でブルーノ・マーズより勝ってるのは僕あの身長ぐらいしかないんですけど、でもそのブルーノ・マーズはちょっと歌えないので、ちょっともうあの懐かしい古いですけど、20年前にちょっとねグラミーでいろいろこう名前当時多分総なめしたちょっとノラ・ジョーンズ、ちょっとドン・ノー・ワイをですね、ちょっとごめんなさい、このジジイのダミ声でどんだけ歌えるかちょっとあれですけど、ちょっとやってみたいと思いますね。だいぶいいムードになってきたんで、あ、僕いいムードになってきちゃって、ちょっとズバリなムードっていういい曲が次あるので、ネクストソングがムードっていう曲、このねムードでいきたいと思いますんで、ちょっとあの意外とタイムスケジュールも厳しいので、あんまり僕喋りすぎちゃうとお騒然になっちゃうんで、このいい感じの曲で攻めたいと思います。ここまではうまく生きてきたんだし、金も名誉もないけどさ、好きなことばか追いかけ回して死にたい。これまでのことばかり気にしていても、たがためにもならないし。
クライマックス最終曲になりました。あ、こういうじゃないですね、はい、クライマックス、ちょっと昼ですけども、クライマックスナイトっていう曲を次最終曲でいきたいと思います。ちょっとさっきビール一杯飲んじゃったんで、なんか昼で酔いマークって今ちょっといろいろぶっ飛んでますけど、はい、クライマックスナイト最初、今日はありがとうございます。クライマックスナイトいきます。見えなくと
ソルロンタンでした。ちょっとまたソルロンタンと名前をついたの喋るの忘れちゃいましたね。今日ね、そっちゃいました。ありがとうございました。